幽霊信じてる。ね、幽霊を信じてないという理由の方が多いんですけど、なんだろうな、ないことの証明と、なんだろうな、たまにね、説明のつかない何かが起こるような時というのがあって、ものすごく運のいい人とか、なんでそれ気づいたのみたいなのがたまにあって、でそれは幽霊じゃない形でも説明可能なのかもしれないですけど、幽霊的な何かがあってそこに情報が残ってるというふうに説明するのもあながち間違いではないのかなって思うような時もあるので、結構難しいです。はい、去年一昨年かなんか NHK でやったやつで、あのバーニングマンっていう夏にネバダ州でやるイベントがあって、で乱数発生器っていうのがあるんですよ。あのランダムに、ただあの乱数っていう、そのなんか1537みたいな数字をひたすら出すだけの、あのしょうもない機械があるんですよ。でそのしょうもない機械が出す数字っていうのは基本的にランダムになるんですよ。だからあのじゃあ1234って順番に出てきたらそれランダムじゃないじゃん。でなんかさ500、1000、1500とかのそれ3倍ずつじゃんとかっていうのでランダムじゃないですけど、乱数発生器ってその全然関連のない数字をひたすら出し続けるっていう機械なんですけど、でそのバーニングマンのイベントで乱数発生器を持ってった時に、そのイベントの中でみんながお祈りをする時間の時に、乱数発生器の乱数の発生がちょっと異常な数字を出したっていうのがあったんですよ。これあのなんでやねんって言われても、あの NHK でそういうのがあったよっていう説明してるだけなんだけど、たまにそういうので、あの今までの常識で説明しきれない何かが起こることっていうのがたまにあったりして、でそれを否定してしまうのもいかがなものかなと思ってたりするので、迂闊にないと断言するのもいかがなものかなというふうに思ったりします。だから例えばあの重力って見えないじゃないですか。でも重力って存在すると言われてるんですよ。でじゃあ重力というのが見えない状態で、で重力の測定ってすごく難しいんですよ。あの加速度とかでは測定できるんですけど、そうするとじゃあ何か生き物が重力を残してそこで死にました。でもその重力の計測自体は難しいんですけど、ある生き物はその重力の観測ができますっていう場合は、人間のわからない何かが観測できちゃったりする可能性もあるのよ。あこれ嘘ねあ嘘ですよ。これ基本的に人間がその死ぬ時に何か重力残すがないんですけど、で例えばさ、ヘビとかサメとかイルカとかって、その人間が感覚できないものすごい細かい温度だったり音だったりを計測できたりするんですよ。なのでなんか迂闊にこうそんなもんねっすって言ったら、実はこういうのがありましたみたいなのがある可能性があるので、迂闊にあんまり言えないと思ってます。